親子で始める低山俳句、ロープウェイで行きは楽しん、雲仙国見岳妙見岳のご紹介です。はい、紅葉シーズン到来ですね。今回雲仙の国見岳と、妙見岳に登ってきました。仁田峠の、ロープウェイ乗り場から出発します。はい、ただこれはですね、仁田峠なんですけど、シーズンのですね、土日はすごく混みますので、ただ今回のちょっと紅葉にかけて、実証実験を行うそうです。渋滞緩和のための、詳細はちょっとブログの方に記載しますので、コメント欄の URL 見ていただければなと思います。はい、登山客の方はですね、ロープウェイはちょっと片道しか購入できません。なので帰りはですね、あざみ谷をちょっと経由して、下山しなければなりません。このロープウェイの受付でちょっと地図をですね、確認していただければなと思います。はい、今回ですね、ロープウェイに、乗りました。仁田峠から、妙見岳展望台までですね、所要時間は3分です。実際仁田峠のですね、登山口から、妙見岳付近まで実際登れるんですけど、大体ですね40分ぐらいかかるみたいなんで、それに比べると楽ちんですね。このロープウェイで妙見岳からの展望所まですぐ上がれます。そこから少し階段を登っていくと、はい、妙見岳神社、妙見岳の山頂です。ここまではですね、観光客の方でも上がりますね。神社に着きました。妙見神社に着きました。この先が国見岳にね、つながります。こちらが、妙見神社です。立ち喉と妙見神社。はい、次はですね、国見岳を目指します。というわけで、この子たちは生まれて初めての重曹ですね。はい、この妙見岳の山頂、妙見岳神社から、国見岳まではだいたい所要時間40分から50分ぐらいかかります。国見岳に来ました。こっちすると普賢岳、こっち行くと国見岳になります。じゃあ国見岳向かいたいと思います。はい、行ってきます。ほら、この国見岳からですね、途中の鎖場があるんですけど、結構難所のですね、これですね、行きはですね、左側からこう経由して登っていくと、比較的安全ということで、ベテランのですね、登山者の方から教えていただきました。で、必ず大人の方がですね、下についてきっちりサポートしてあげてください。
国見岳の山頂に来ました。標高1347メートルです。もう絶景です。気温は2度？2度と出てます。本当かな？じゃあちょっと絶景のスペース、ご案内します。山頂登ったんですけど、この時はちょっと雲がですねすごく多くて、ちょっとお天気に恵まれませんでしたけれども、皆さんちょっと紅葉のベストシーズン、いい天気に恵まれたらいいですね。絶景です。紅葉のね、シーズンのまだ前なので、まだ車止めれますね。これ下山の時はですね、やっぱ向きが変わりますんで、まあ右回りからこの難所の岩場降りていただけると比較的安全だと思います。途中のこの結構ハードめなですね、鎖場なんですけども、最初ちょっと知らなかったです。ただまあちょっとサポートしてなんとか登れたって感じなので、やっぱり小学校、まあ中学年、高学年あたりからの方がいいかなと思います。曇り隠れてるんですけど、普賢岳です。この先ちょっと右にですね、仁田峠の降り口があるんで下山したいと思います。下山の時間なんですけども、国見岳からですね、だいたいトータル90分ぐらいかかったかと思います。ただですね、ルートなんですけど、宮間霧島の時期なんかはこの生垣に囲まれるんで、やっぱりこの宮間霧島の間を抜けて登山楽しめるんじゃないでしょうか。美味しいですか。うん、すごく美味しい。はい、下山する途中でですね、おばあちゃん手作りのサンドイッチをいただきました。鬼神谷口です。ここからの紅葉茶屋、本湖に行ってちょっと下山したいと思います。一応こう雰囲気ですね。紅葉茶屋本湖、まあ、国見岳本湖、まあ、鳩穴分かれですね。はい。帰りはですね、まあ、下山ルートですけども、適度にベンチがあるので、休憩しながらなので、まあ、大変助かりますね。下山ルート途中にですね、もみじ茶屋っていう休憩スペースがあります。ここちょっとベンチが多めなんでですね、まあ皆さんで休憩して、ご飯食べるのにちょうどいいんじゃないでしょうか。今回ですね、あざみ谷の方からちょっと降りていったんですけども、実際こうあざみ谷の方からですね、まあまあ、紅葉だったり、宮間霧島だったりですね、眺めながら登っていくこともできます。あと45分で仁田峠です。今回ちょっとスズメバチがいたんでですね、ちょっと素通りさせてもらったんですけども、あざみ谷もですね結構広くて休憩におすすめです。今回国見岳1347メートルということで、ちょっと低山のくくりではないんですけども、まあロープウェイでですね、まあ3分でちょっと時間短縮できますんで、まあ低山ゆっくりでご紹介させていただきました。あざみ谷から45分、仁田峠、ついに着きました。あざみ谷から特に難所もないので、まあ下りは楽勝だと思います。
仁田峠からのですね、まあ、石碑からも見えますし、ロープウェイからも見えるんですけど、平成新山、あとあの普賢岳見えますですね。お天気がいいともっとよく見えたと思うんですけどね。はい、トータルで往復含めてですね、やっぱり2時間以上の登山になるので、私たちですね、ちょっとまあ親子登山で行くときはやっぱり水ですね、水分必要です。で、まあまあ、プラティパスの場合はくるっとまとめて小さくなるので、これをちょっと愛用しています。でもう一つやっぱりあのトイレがやっぱりロープウェイの駅のところにしかちょっとないので、万が一も催した時のためにこのモンベルのですね、トイレットペーパー、まあ、登山用です、まあ、水に溶けやすい。あとまあ余裕あればその携帯トイレなんか持っていくといいですね。でもう一つやっぱりあのお菓子なんか携帯食ですね、やっぱりあの登山結構カロリー消費しますんで、こういうお菓子ボックス、これ100均です。100均の一番小さいやつ、を区切れます。なんか一緒に入れたくないとかありますよね。時々あのキャンプとか登山とかでちょっとした食品入れたりする時も僕使ってます。まあ、親子で始める低山ハイク、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。